楽天イーグルスのクリーンナップ、終わる。フランコ、1割8分5厘、10打点。浅村、1割8分6厘、10打点。島内、1割8分7厘、10打点。10打点トリオ。こんな同じような成績、3人も並ぶもんなんやな。しかも主軸で。仲が良いことで。最初見たとき、フランコあたりだと思ったんだがな。島内は例の今度の件で、やる気なくなったんやな。浅村も契約結び直して、やる気ないんやろ。こんなんで誰が試合見に行くんや。島内やる気ない言われるけど、カットして粘ってるし強い打球飛ばしてる、むしろ変に意識してらしくないことしてる感じ。言うても、フランコ、浅村、島内のクリーンナップ怖いやろ。最終的に日ハムより上にはおるやろ。クリーンナップがこれでも若手が活躍してるってわけでもないから怖い。モギを育てられなかったのは痛いな、超スペなのも悪いが。生え抜き育てられない強奪球団の末路。ひょっとして中日よりもハムよりも暗黒深くないか？